キリ様。この本どこに置けばいいですか。ここの机の上に置いてちょうだい。ふう。それにしても、今日はいつも以上に熱心ですね。なんか面白い発見でもあったんですか。まあ、そんなとこね。あら、小悪魔、お願いしていた本一冊足んないわよ。ああ、実はですね、見当たりませんでした。まだ古い。確かにこの図書館は広いけど、司書を務めてるんだったらしっかり本は管理してほしいものね。お言葉ですが、トキリー様。実は、あの白黒魔法使いのせいで、この図書館の本は結構な数が行方不明になっているんです。いつも来るたびに本を持っていかれるので、私だって大変なんですよ。いくらトキリー様があの魔法使いのことが好きでも、泥棒は許さないでくださいね。だから、次来た時はビシッと言ってくださいよ。そうね。確かに最近あの子はやりすぎかもしれないわね。次来た時にははっきり言ってみるわ。それに、そろそろあの子にもきついお灸を据えるべきかしらね。きつい。お灸？おーい、パチュリー。今日も本もらっていくぜ。わー、出たー。く、おもれすぎたね、マリカ。またしてもパチュリ様の本を持っていくか。あ、パチュリ様。いや、今日という今日は相手を追い返してやりましょう。それと、パチュリ様の探してた本もきっとこいつが持っていったに違いありませんよ。本当は。ってことで、マリカ。そうです、今日こそはっきり言ってやりましょう。ああ、何言ってんだこの紫のやつは。すまんなパチュリー、この方一人乗りなんだぜ。そしてあっさり振られたー。ふふ、冗談はここら辺にしておきましょう。顔が笑ってない。冗談になってないですよ。実は今ある本を探しているんだけど、あなた知らない。あんたよね。確か家の本棚にあったようななかったような。ちょっとその本必要だから返してくれる。持ってきてくれたらまた次の本持っていっていいかな。いやいや、それで意味ないですよ。じゃあこれから家に帰って探してみるぜ。それとこの本借りていくぜ。やっぱりないな。まあ、こうやって探したわけだし、パチュリーには悪いが謝って許してもらうか。どうしたんだじいさん、こんな夜遅くに。道でも迷ったのか？おや？こんな夜遅くに森の中でお嬢ちゃんに会えるなんて。もしかしてお嬢ちゃんは私を食べに来たのかな？私は妖怪やお化けじゃないぜ。知り合いにはいっぱいいるけどな。ほっほっほ。面白いこと言うお嬢ちゃんじゃ。いやいや、冗談じゃないぜ。では、こんな老人を楽しませてくれたお礼に、一つプレゼントをあげよう。なんかくれるのか。ほい。短冊。この短冊に願い事を書くと、その願いが叶うのじゃ。それって、ただの七夕の短冊じゃないか？まあ、聞きなさい。この短冊のすごいところは、願いが必ず叶うんじゃ。ただし、どこか遠い、使用者の知らない人が一人死ぬ。死ぬ？そう。
自分の知らない人だな。実は、外の世界ではこれがなかなか手に入らない代物でのう。高値で取引されているらしいのじゃが、特別にお嬢ちゃんにプレゼントしよう。大事に使うんじゃよ。大事に使えって言われてもな。ひょっとして願い事に困っているのか？そんな深く考えず、最近困ったこととか。困ったことねえ。じいさん、一応もらっとくぜ。まあ、無理に使う必要もないからの。くれぐれも使い方を間違えんようにな。さて、じいさんの話通りなら、この短冊に欲しいものを書けば、書いたものが手に入るらしい。ただし、私の知らない遠いどっかの人が死ぬ。か。死ぬのは知らない人だしな。それに、こんなの単なる噂だろ。さて、今日はもう寝るか。パチュリー、昨日探してた本なんだけど。あらマリサ、その本なら今朝見つかったわよ。え？今朝。この場所に来たら机の上に置いてあったんだけど。あなたじゃなかったの？いや、実は。ふーん、おじいさんに短冊ねえ。あなたも厄介な呪いにかかってしまったようね。呪い？なくしたはずのこの本がここにあるってことは、あなたの知らない人が死んだのはおそらく事実よ。そして、今頃そのおじいさんは、どこで何をやっているのかしらね。